なぜ社長は決算書が読めないのか、これについて説明をさせていただきます。今回は変動 PL に組み替えるだけで数字の意味がつかめるっていうことに対してお話をさせていただきます。決算は年に1回なんで、それをねいくら分析しても何ヶ月も過ぎてるから意味がないと、そういう話を過去にも何回かさせていただきました。でもう一つ数字を理解するコツっていうのがありまして、それは月次で見るんですけど、数字は必ず比較してみるっていうことなんです。前回お話したように利益計画と実績を比較し誤差が出ると、誤差を分析して対策を打つ、それが経営ですね。でもう一つ必ず数字を把握するときは横に比較するんです。数字を横に比較するってことが大事なことなんです。そうすると例えば1月の試算表がここに出てたとするならば、1月の立っている位置を当期の平均とか前期とか前々期の数字と比較することによって立っている位置が分かるわけです。そしてもう一つは売上高に対して売上原価という考え方を我々中小企業は取っちゃいけないってことなんです。多くの会計ソフトまたは会計事務所さんはコドントのところが横に比較してないんですけどね、横に比較したとしても売上原価なんで、売上原価の中にメーカーの場合は労務費とか経費が入ってます。でも売上が増減しても労務費と経費は増減しないんですよ。ってことは経営者が知りたいのは何かっていうと、売上高の変化に基づく利益の変化を知りたいわけです。それをいかに正しく認識するかが大事なんです。そのために数字の作り方が大事なんです。我々会計のプロが素人であるお客様のためにどうしたら数字の変化がとか数字が読めになるかを工夫しなくちゃいけないのに、ほとんどのところが会計ソフトのまま提供してるんです。だからいつまでたってもお客様は数字に強くなれないのが現実なんですね。そこで小里式決算書は売上高に対してそれに連動するものを変動費としてます。変動費はもうエイヤーで決めています。何かというとここにあるように材料費と外注加工費、あと商品仕入れがあれば商品仕入れです。でもメーカーの場合は売上高に対して材料費と外注加工費のみが変動費ですよ。この平均のところで見ていただきたいんですけど、売上高の変化と粗利益の変化は一定の法則性があるわけです。いわゆる売上高がコロナの前は5329万9000円、そして粗利益率が 59.2%、そして粗利益が3155万2000円で、我々はこの粗利益率っていうのを売上高からエイヤで決めた変動費を差し引いたものを粗利益率、または限界利益率、付加価値率、みんな同じ意味で使ってます。でそれに今度はコロナによって売上高が下がりました。下がったとしても粗利益率は 61.8% で、それに対する一定の関係があるわけです。今度は売上がコロナの後回復しました。4000万が4700万になりました。それによって今度は粗利も2490万から2950万に450万増えました。しかし固定費の方を見ていただければ、コロナの前の固定費は2422万4000円なんです。そしてコロナによって2459万で、売上と粗利は下がったけど固定費は下がってないわけです。今度は売上が上がって粗利が450万増えました。しかし固定費が増えたのは140万です。320万月々利益が増え、年間で4000万くらい増えるという計算になるわけです。実はこういうふうに数字を見ることが大事なんです。経営者の頭の中で売上が増えると利益が増えるってことは粗利益は増えるわけです。でも粗利益は増えたとしても固定費は増えないから、その分だけ経常利益が大幅に増えるんです。だから売上の変化に基づく利益の変化を分かりやすく捉えることが、実は変動費と固定費を分ける理由なんです。そして今度は売上高に対して変動費という科目の中で分けて、これを粗利益として表示します。それ以外の要するに全部の経費のうち、売上原価とか販売評価、一般管理費とか、それは財務会計の分け方であって、管理会計での儲けるための会計ではそういう分け方をしないわけです。いわゆる売上高に対しては変動費で、それはもうエイヤーで決めちゃうと。普通の商売の場合は売上高に対して商品仕入れになるわけです。売上高から仕入れを引いたものが粗利益になるわけです。そしてもう一つこの数字の捉え方で大事なことは、粗利の下に人件費を必ず置くということなんです。
全てはここにあるように固定費なんですけど、固定費の中でも特に人件費を必ず一番上に持ってきて、その金額のこの数字を見るということが PL を理解するとき大事なんです。この会社で言えば3年間の役員報酬がどう変わっているのか、販売員給料がどうなのか、事務員給料がどうなのか、賃金はどうなのか、これは工場で働いている人たちの給料です。で、今度は従業員賞与は月々120万だったのが132万にアップしたわけ。途中から150万に変えましたから、110万だな。これどんどん利益が出てきたもんですから、今度のね12月の賞与をもっと払おうとか、そういうふうにこう考えたはずなんです。あと場合によっては決算賞与の積み立ても起こそうとか、そういうふうに考えて、実は PL を見るときに洗いの下に人件費を置くっていうこと、それを人件費をちゃんとこういうふうにまとめるっていうことがとても大事なんですよ。ほとんどのコンピューターソフトはまとめていません。そしてある団体さんのねコンピューターソフトは販売評議一般管理費だから、一般管理費の下の方に役員報酬とか法定振りが入ってるんです。でも経営者が一番見たい数字は何かっていうと売上です。その次に知りたいのは粗利です。で、固定費で一番知りたいのは何かというと人件費のはずなんです、我々中小企業は。ところが一般の会計ソフトとか会計事務所さんから出てくる資料は人件費がまとまってないんです。縦に羅列してあるわけで、人件費がいくらかということを分かるような形にしてない。中には法定福利費をマイナスのままやってる経営の方もいるし、賞与を払った時だけ経費に参入してる。こういううちみたいに固定費という感覚で見るならば、賞与は月々に計上しなくちゃいけないわけです。払った月にまとめて計上すると、払った月は売上と粗利を稼いでも赤字になっちゃうわけです。そうしたら正しい経営の数字が見えないわけです、現実問題として。私たちは正しい利益をお客様に毎月毎月認識してもらいたいんです。そのために我々プロがお客様に分かりやすいように月次の決算書という形で数字の作り方を工夫しているわけです。減価償却も計上をします。または年間で例えばシステム費を払ったらそれを12等分したり、その他には社員の定期代は6ヶ月ごとに払いますから、それは必ず分割して計上すると。600万払ったら月々借り方、料費、貸し方、引き当て金ということで、とにかく固定費を鳴らすんです。その固定費を鳴らすことによって月々の固定費がいくらかかるかを経営者は知り、利益を出すためには最低でも固定費の分の粗利を稼がなくちゃいけないと。その粗利を確保するためにはいくら売上高が必要なのかと。それが変動費と固定費を分ける理由なんです。売上高に対して変動費を引いて、それに限界利益率、粗利益率をかけるような形で資料を作ると、売上高が分かればもう粗利益が分かります。粗利益が分かって固定費を横に比較していけば平均が分かるから、その月の利益自体も予測がつくんです。だからこれは財務会計の一般的な全部原価計算ではこういう計算はできないですけど、これを直接原価計算、変動損益計算書に置き換えて必ず横に比較する。そうすると過去の月の分も全部チェックできるもんですから、そういうことを繰り返していくうちにだんだん数字に強くなるんです。繰り返すんです。で、絞るんです、見るべき数字を。それが数字を理解するときに大切な数字の読み方なんです。ぜひとも私のこのなぜ社長は決算書が読めないのか、その中に変動 PL に組み替えるだけで数字の意味がつかめると、数字の捉え方を解説してありますので、皆さん私の説明をもとに損益計算書の作り方を工夫されてはいかがでしょうか。どんどん我々の真似することは大歓迎です。どうもありがとうございます。今回はこれで終わりにします。ありがとうございます。経営計画作成実績、業界ナンバーワンの当社が運営するサービスのご案内です。今経営者に必要な能力として計画を作成する力が問われていると、そんな風に言われています。同社が運営する経営計画作成25時間合宿の参加者も急増している状況です。参加していただいた方の満足度は非常に高く、ビジネスモデルが膨らんだり、未来を明確に示せるようになったり、常に先を見た経営をできるようになったり、そんなようなお声をいただいています。経営計画作成25時間合宿に参加するメリットとしては、1つ目、あなたの会社に最適化された計画を作ることができます。2つ目、社員のモチベーションを高めることができます。3つ目、社長の仕事が明確になります。現在東京、神奈川、名古屋、大阪、
福岡の5都市で開催しています。詳細は概要欄にあるリンクをクリックしてご確認ください。